新型コロナの影響で制限されていた出場人数を3万8000人に戻して開催された今年の東京マラソン。沿道から多くの応援も送られ、大きな盛り上がりを見せました。都庁の前でウォーミングアップを行うランナーたち。その中には3年前まで日本記録を保持していた町田市出身、大迫傑選手の姿も。東京オリンピック以来およそ1年半ぶりとなる国内でのレースとなります。午前9時10分、号砲が鳴り響き、大迫選手をはじめおよそ3万8000人のランナーたちが、小池知事が見守る中、次々とスタートしました。18キロ地点、浅草の雷門前では沿道に多くの人が並び、ランナーの通過を待ちます。スタートからおよそ50分、先頭集団が姿を現しました。大声を出しての応援はまだ禁止されていますが、沿道の人たちは大きな拍手でランナーたちを盛り立てます。気温およそ9度という寒さの中、拍手を続けていたこちらの2人は手が赤くなっていました。主人を応援しに来たんですけど、もう皆さんすごい頑張ってて感動してます。また同じく夫の応援に来たというこちらの人は、タブレットで懸命に走っている位置を確認しますが、あまりのランナーの多さに見つけられないと思います。ゴールの東京駅前、男子はデッドヒートの末、エチオピアのデソ・ゲルミサ選手が2時間5分22秒で優勝。日本勢トップは25歳の山下一貴選手が、日本歴代3位となる2時間5分51秒のタイムで7位に入りました。大迫選手は日本人3位に入り、10月に行われるパリオリンピック代表選考会の MGC マラソングランドチャンピオンシップの出場権を獲得しています。女子はケニアのローズマリー・ワンジル選手が2時間16分28秒で優勝し、地面に感謝のポーズ。日本勢は松田瑞生選手が2時間21分44秒で6位に入りました。その後も一般ランナーたちが続々とゴールに飛び込んできます。完走するともらえる記念のメダルを皆嬉しそうに掲げていました。4年ぶりに制限人数が戻された大会は、3万8000人のランナーたちが笑顔とともに東京の街を駆け抜けました。楽しかったです。すごい走りやすくてあっという間でした。嬉しいです。宝物にします。